みんな、いつものやつ、行くよ。せーの。うさぎは、寂しくても、死んだりは、しません！はーい、ということで、始まりました。よろしく、オーケー、イソジンです。はい、ということで、今日は、ビフォーサンナイト、やっていこうと思います。なんだこの政治、なんか、イカと、あとなんか、イカとイカ。ドクロのイカ。あ、なんかすげえいい音楽流れてんだけど。何これ、注射器。あ、注射器だね。うわ、なんかみんな死んじゃってるよ。どうした、死んじゃった、どうした。何の動物か全然わからん。イカかな、やっぱ。こんにちは。ちょ、話せない。ルンルン、仕事を始めましょうかね。うん、かわいい。まあ、一応開けとくか。肉3個。肉がいるね。これちょっと。とまあやらなきゃいけないんでしょうね。誰かがやらなければいけないこと、そういったものあるからね。うん、これ何、人、いや分からん。ちょっとナイフぶつけたらやばいかな。あ、なんだこれ、オブジェクト、注射器か。ここら辺のやつに注射器ぶつけてみるか。あ、ぶつけらんない。なんかあんま倒しすぎるとさ、ちょっともったいない気がする。あ、待って、怒っとる。あ、分裂しない、分裂してない。武器があとないんだけど、武器がないんだけど、ジャンプ、回収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 、大事回収大事、ナイス。これで肉多分十分量をゲットしたと思う。あ、なんか明るさ調節してたらリトライしちゃいました。ということで、殺生を重ねながら肉が6つ集まったわけだけれども、これはどうやって捧げるんだろう。こういう感じ、肉の山になっていく。これ何の生物なんだマジで。うわ、3つ固まってんのちょっと怖いな。ナイス？ナイス？ナイフ2打目でかいな。うわ、でかくね？でかくね？危ね、さっき気づかなかったけど、でかいね。あ、でかいの分裂するとさらにこう流れるんだ。じゃあ武器ない、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 武器ない。いっぱいある、いっぱいある。ナイス、危ね。羊に当たんなくてよかった、マジで。これナイフと株かな？あ、ごめん。あ、株でナイフか。あ、逆逆逆。危ね。まあ、死ななそうだし、潰しとくか、生命。まあ、なるべく最後に潰した方がいいんじゃないか。ちょっとやばいぞ、やばいことになってるぞ。ここにあったんだ。気づかなかった。戦う、あんま戦う必要ないような気もする。あ、株ありがとう。落とした、あー、ごめん、お前も来んの？え、お前も来んの？お前も来んの？お前も。あぶね、マジで。やっぱ安易に生命の花はね、摘み取らない方がいいんだよ。おい、新人、仕事の内容は理解したか？え、こんな高圧的なの？この羊の人って。はい！いや、まだ理解できてません。なんだ、返事だけいいな。ここはな、捨てられたペット人間たちを閉じ込めておく場所。あーら、あーらら。30日を経過しても買い手が見つからない場合は、安楽死させられる。安楽死システムがあるんだ。え、なんか食料にしちゃうとかじゃなくて？仕方ないことですが、少しかわいそうですね。まあね。でも、新しい飼い主が見つかったりして、ほとんどは施設を出ますよね。いやー、絶対見つかんないんだろう。3割程度の人間は新しい飼い主が見つかる。うんうん。残りは全員死ぬぞ。なんかあんまりちょっとイメージと合ってないんだよな、喋り方。それは、残念ですね。この人何？新入りだっけ？いつ来てくれるかわからない新しい飼い主を待っていた結果が安楽死だなんて。まあ、安楽死なだけはマシでしょ。まあ、そうとも言える。しかし、君の任務で彼らの死をより価値のあるものにすることができる。え、どういうことですか？見せてやろう、ついてこい。なんかすげえやついるな。目玉が2つついて、え、クリーチャーじゃん、もう、クリーチャー。バイオに出てくるタイプのやつ。あ、やべ、体力やば。え、体力やばくね？あ、でも、全然ダメージ食らってないわ。シャレにならんな。ナメクジってさ、倒すとどうなんの？あ、一撃じゃん。あんま倒す必要ないか。暗くなるだけだね、多分無理やりに。さあ、価値のある死のための第一ステップだ。なんだ第一ステップって。まずはカタツムリの汁とハエの汁が必要だ。ハエはいっぱいいるな。カタツムリ今やっちゃったな。ハンマーで奴らを砕いて汁を持ってくるように。なるほど、かしこまりました。ハンマーないぞ。あ、ハンマーじゃなくてもいいのね。これ汁でしょ、多分。あ、ここで聞けるか、話。汁は全部用意したか。
それじゃあこの、釜の中に材料を全部入れるように。材料を全部入れると薬が出来上がる。緑色の薬ができたら注射の中に入れろ。はい。全然足りなくね？全然足りないんだけど。え、これ集められる気せんな。あー、でもなんか右になんかいるね。あ、いけるじゃん、いけるじゃん。あ、ここで集めるわけね。オッケーオッケー。こいつら何？うわ、取りづら。あ、早えね。はい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 。こいつ何？こいつ何？こ、やれるタイプの敵か、こいつ。いや、やれないタイプの敵。無敵、無敵、無敵判定、無敵。怖っ！泉になんかやべえやついんだけど。一体何が出来上がるんだ？チャンチャンラッチャンチャンチャンラッチャン。ババババーン。緑の薬液。できましたよ。で、注射器をこれにぶつけると、なりますよね。で、そしてこの緑色の液体をぶつける場所と言ったら、やっぱあの人しかいないんじゃないか。これをドンすると。はぁ、あ。この薬はどこに使うのでしょうか？これは骨と肉を溶かすための薬だ。これを注入することで苦痛を感じることなく、ああ、なるほどね。ハエとカタツムリで苦痛を感じることなく死ねる液体になる。それでこの薬は価値のある人とどう関係があるんですか？最後のステップ。最後のステップですか？何が行われようとしてるんですか？カタツムリ、あー、51ね。オッケーオッケー。憎い、あー、早いんだよ、君。矢が欲しい、矢が欲しい。君。先回りしてもダメ。そっち抜けたらもうダメだわ。自分の肉を自分で切るな。こいつ、ここで待とう。ナイス。なんか前はね、カタツムリを安易に潰さないでくださいみたいなこと言ってたけどね。あ、これで完成？そして一体何が行われるって言うんですか？でも見当もつかないよな。骨と肉を緑で、でも人間関係ある？それ。なんかまだいまいちさ、まあ、人間安楽死させるってなんかもう安楽死させられてんのかこれ。ちょっと失敗してないか？え、なんかカタツムリの女王いる。いや、そりゃビビるよな。俺今、カタツムリ製造マシーンだし。製造じゃない、殺戮マシーン。こんにちは、皆さん。こんにちは。話してみるか。我々、カタツムリ、カタツムリ人間なの？我々、カタツムリ人間は、これ人間って言い張る必要ある？醜いがゆえにだ。カタツムリの民を反撃の時が来た。このカタツムリウス2世は今から邪悪な動物たちに宣戦布告をする。奴隷の時代は終わりだ。突撃。カタツムリ味方じゃん。そしたらなんだこれ、なんかちぎれたやつがいっぱいある。そしてこの足跡。あ、っていうストーリーだね多分。ってことがあったんだけれども、カタツムリ人間は、あまりに弱かった。ありえんほど弱かった。誰か話せる人いないの？誰も話せる人がいない。ちょっとそこのなんかクモンの感じとかちょっと聞きたかったのに。そして、来たね。なんかすげえまったりした感じだよね。まったりぺっぺり。そしてどうなるんだ。たまに死んだ人間が蘇生することがある。はい。魂と肉が入り乱れて再構築されたせいだ。それがカタツムリ人間じゃないよな。そんな時は落ち着いてもう一度薬を注射しろ。覚えとけ、これで殺せない生き物はいないぞ。めちゃめちゃ強いってことこれ。多分そういうことになるよね。ちょっとぶつけてみる。え、なになに、え、なんか、ちょっと待って、明らかやべえやつになったわ。え、なんで？注射だから？注射だからかな？これで殺せない生き物はいないって言ったから危ねえ。え、桁違いなんだけど。ま、無限に持っとくか。これめちゃめちゃ持ってるよ。あれ、1個パクったでしょ、君。え、7つなかった？え、でも1個パクられたんだけど。ちょっと、ダメでしょ。こいつらってさ、
あ、この状態だったら全然やれる。でかい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 。回収しよう、回収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 。ちょっと負けそうなんだけど、ちょっと負けそうなんだけど、潰して回復して、やべ、反転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 、強いぞこいつ、強くなってる。また分かれた分かれた。アイテムを拾うのがね、ちょっと難しいんだけど、なんか拾えた、いい感じにやれたね。危なかった。ここに花あってよかった。でもちょっとね、暗くなったからみんなすげえ強化されてる感じだと思う。あー、なんかやべえやつになってる。薬液を使うしかない。え、なんか薬液持ってかれてね、俺。あ、俺間違って薬液やっちゃったのか。あ、やばい、やばい。うん。死んだ人間が本当になんかやべえやつになってんの？死んだ人、あー、やばい、ここやばいぞ。え、それこれ負けじゃないか。端だけ通れたりしないよな。海に飛び込む、飛び込めない。とりあえず、ここは通るなっていう神のおぼし飯を感じる。いや、あいつ怖いよな。なんだここ。やめてよ。あ。わわ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 、緑でやるか。緑の薬液最強すぎる。ここに来て最強武器が来るっていう。あ、こう閉めて。あ、ダメ。やばい奴がいる。あ、のねん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 。普通に死んだんだけど、ちょっと先に早く暗くしすぎたな。あ、そうだ、ここウサギジャンプでいけんだ多分じゃない。薬液を使う、しゃあないしゃあないしゃあない。薬液もうないぞ。ここの開け方わかんねえとさ、いけないんだ結局。いや、絶対1ダメは受けるな多分これ。1ダメはもう絶対にもらう場所、じゃあここじゃないですか。こうか、こうなのか。どっちも開くことによって、あ、無理だ。あ、やばいかも。あ、あんまりすげえ追ってくるってわけではないんだね。肉3個。あ、ここら辺からいけんだ、多分。足りねえよ、肉。でかいぞ、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 ジャンプ？ジャンプ？言ってん。こいつ、しかも分かれるからな、結構。で、ナイフ、ナイフ。なおーん！こいつちょっと自力で倒さなきゃいけないんだ、多分。いや、薬液使いて、薬液使うか、こいつ。うわー、もう薬液ってどころの話だね。やれんのか、こいつら。あ、やれ、やれ、でかい、でかい、でかい、やれるか、やれるか。肉こんないらねえわ。肉こんないらねえわ、もう。あー、もう引き連れたまま行くか。釣れたまま行く。あー、襲ってこない。それ何、それ何、もうダメだよこれ。ちょっと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 待ってください。ナイス。こいつはこの画面外に行けば来ない。画面外に行けば、あ、これね、こっちかい、こっちにあるんかい。スイッチね、スイッチスイッチ。ちょっとこっちは怖いから、なんだなんだなんだ、パーティーパーティーパーティータイムパーティータイム。あ、2連弾でかい、多い。おい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 、怒るな怒るな怒るな、肉1個足りねえ。あ、3個足りた、危ねえ。レディー、ファイト、レディファイ。あれ、まだ大丈夫。あー、ちょっと、ラグがちょっとあったからよかった。で、2個潰して、ここは、おお、ギリいけんじゃねえか、ギリいける。潰しいので、ここですぐどこだっけ、どっかからいけるから、こっちじゃないかも、こっちじゃない気がする。で、なんかこっちな気もする、こっちじゃない気も、全然こっちじゃないわ。じゃあ待って、あとライフ1、あとライフ1。ここは端からジャンプジャンプできるから、ジャンプ。バカすぎる、バーカバーカバーカ、俺のバーカ。はい、ということで、ここまでリカバリーが完了したわけなんだけども、まず1個潰すじゃん。この人からちょっともらいたい、もらって火つけとくか。火つけとくとさ、どこで使えんだろうね。まあ別に回復する必要はねえけど、1個潰して、ですよね、ですよね、一発もらったですよね。
で、潰して、ここで、ここうまくいくとね、いけんのよ。うまい！で、そし、よー！間違った。ちょ、薬液潰すか？ミスター。このわけ潰しといて、一応ね、ミスれないようにね。ミスれないようにね。この炎をつけたやつがさ、使い、道がちょっとわかんないんだよね。まあいいか、次の面まで持ってくか。あ、肉の花潰せるか試してみよう。だと思った？絶対そういうシステムなんだよな。いや、暗いね。また注射器が落ちてんね。埃があって、隠れる場所があって、え、初手からこんな暗いんだったらやっぱりやばいやつが来ちゃう感じ？ちょっとね、花とかそこら辺のところに行ってみるか。あ、鍵が必要だね。一応ね、火があるから、なんか燃やすのかな？まあ燃やすものがあるから出てくるんでしょうね。なんかただ単にさ、そこら辺に放火しろみたいなことを言うゲームじゃないしね。放火ゲームではないはずだから。え、ちょっと待って、なんか勝手にさ、あの、コントローラーにさ、振動入るようになってんだけど。え、めっちゃびっくりした。え、なんかいきなりブルルル、おぉ。手の中にだけ一瞬地震来たのかと思っちゃった。潰しておくかも。あ、来た来た、薬液で潰せば大丈夫。いや、ほんとに薬液強いよな。あれ、なんかここの面簡単すぎん？ここ。いや、これが今まで俺やりたかったことよ。あ、なにこれ。初ギミック来たぞ。なんかちょっと自動装置っぽいよな。あ、見つかんない。うわ、なんか、ちょっと入ってみる？あー、そいつが来る感じ。なんだこいつ。え、やばい。え、意味わからん。ごめん。うわー。なんか上からさ、UFO キャッチャーみたいな、落ちてこなかった。あの、景品じゃないんですけど、僕。あー、ちょっと待って。あ、びっくりした。なんかすげえここに挟まってたんだけど。いや、わかる。なんか歯の隙間にね、なんか挟まったりするもんね。は？ここ行けなくね？え、炎ってさ、あ、あ、行って、バカ。え、これ、逃れられなくね？だよな。なんで、うーわ。難易度がさ、いきなりめちゃめちゃ上がった。これ、リセット案が、こいつだわ、動き出すの。はい。あ、炎じゃないわ。花を潰すとね、動き出すタイプのやつだ。あ、やばい、入れてなかった。ちょ、待って、入れてなかった。いや、ちょっと待って。いで、バカ。いや、もうすでにかなり絶望的な状況になってるんだが。こいつにね、あの、一発でも見つかったら即アウトだと思われるんだよ、多分。じゃ、次は、あ、左下の、青いやつ、おい、待って！なんでバレるんだ？もう視界に入った瞬間にアウトってこと？ホコリ意味ないじゃん。じゃあ、ホコリ置くなよ。ま、近くに、寄らなければって感じ？なんか、検知する感じじゃないんだよな。たまたま、その中に俺が入っちゃった時に、ついてくる感じの、オーケー、ナイス。うわ、入った途端にもう世界がさ、うわーんってめっちゃ揺れてんだよな。もう二日酔い明けの俺じゃん。何もないね。誰かいませんか？自分、うさみみふーちゃんって言います。まあ、こういうとこではね、ちょっと危ないから偽名をね、最初に使っていく。ブール、ブール、ブール、フュー！すり抜けるんかよ。あ、ごめん、全然こっちから行けたわ。なんで、じゃあ肉置くなよ。置かないでよ、もう。戻りでなんか来る感じかな。ああ、やっぱ戻りか。そっか、肉あればここは有利に行けたのかもしれないね、もしかしたら。え、もうライトの中に入らなければいいだけだからさ。おーセーフ。あれが赤になったらかなりやばいと思う。ナイス。うまいぞ。いい感じ。ここ、な、オッケー、ナイス。どこだっけ？やばい。守ってる。ジャンプ使えば早々恐れるに足るず。ナイス。お！ナイフ久しぶりに見た。まあ、やるか。黄色か。薬液作ってくださいって感じかな。いや、この音楽好きだわ。
パララン、パララン、パンパン。どこから先に行くべきなのかわからないけど、とりあえずここからがいい気がする。ダーン！パーン！この音は、狼が鳴く音です。狼がこうやって仲間を集めます。こやーん！ああ、起動してしまった。ま、ここ抜けなきゃいけないな、多分。下から行くか。上になんかね、まずいやつがいるから。ああ、反転した？え、羊反転しないな。ああ、ノア、音怖えんだよ。暴れ回っている、暴れ回っている、暴れ回っているぞ、暴れ回っているぞ。なんか目が一瞬ラリってるんだよな。あへって感じの。あ、やばい、違う。ナイス。誰だ、誰に当たってる、誰に今攻撃された。いない、バカ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 。なななななな、来てる来てる来てる。やつにこの方向間違えなければ絶対に当たる。ナイス。これで肉4つだから。あ、緑あった、いっぱいあった。危ねえ。飛んで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 、ナイス。ここの警備体制やばない？走れば間に合うか。あ、飛べる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 。鍵もないしね。え、鍵ないんだけど。うわ、緑の銃じゃ捨てたくねえんだよな。しかも緑の注射捨てれねえし。緑の注射をこっからやると、ダメだよな。薬剤をさ、放出しないとダメかもしんない。ちょっと誰かいないか見てみようか。誰かいませんか？誰か肉になりたい方は、肉になりたい方は、または自分は肉だとおっしゃる方、お願いします、お願いします。俺の命がかかってるんです。俺の命が。ダメだな。自分からもさ、肉出せるようにならんかな。こいつやれねえか、ワンちゃん。薬剤で。やれなそう。一回見つかって落ちてきたやつをやる。ダメじゃねん。こっち来れないんだろ。来てみろ、来てみろ。来てみろ、来てみろ。ちょっと来そう。ちょっと来そうなんだよな。いまだに距離感がつかめないんだけど、人間関係と同じ。なかなかつかめたと思ったのに、実は全然つかめてなかったっていう状況になってる。おわ、なんかやべえぞこれ。だだだだだだ、ジャンプ機能があってよかった。ジャンプがなかったらやばかった。あ、やばい、ちょっと待って待って待って。鍵、あれ鍵持ってんのね。なんで、なんど。で、あ、ここだね。そして鍵がある場所が、もうちょっと鍵しか使わないからね、鍵をセットしておいてぐるっと回っていこう。ジャンプがあれば大丈夫。もう飛ぼうという気持ちがあれば飛べるから、俺は。飛べるから、人間。いつだって。そして、あれ、ここは、あー、バイバーイ。なんもないよね。なんもないね。オッケー。まあ、アイテム持ってけるなら持ってけた方がいいからね。はい、ということで、いや、なんかめちゃめちゃ明るいところに来ました。今までになくね、こんな明るいの。なん、なん、あ、これ、記憶じゃん。何が起きたかっていう、見よう。やっとね、わかるかもしんない。黄色いウサギ、アリスが、なぜ、死んだのか。リサ、ダメよ。何が？しつけ、しつけ大事だからね。いいん、泣くときいつもヒーンなんだから。それは食べちゃダメ。これは生命の花なんだよ。あ、もしかして、ちょっと待って、こう、勝手に予想だけど、生命の花を間違ってリサが食べちゃって、それの責任を問われて殺された。ファイナルアンサー、どうすか？お前？ウィーン？あ、いや、え、どうした？その代わり、美味しい人参サンドイッチをあげるからね。ちょっと待って。これってさ、反転してるよね？反転しかけてるよね？リサが、アリスの周りの生命の花を潰して、え、逆恨みじゃないの？じゃあ。自分じゃん。モグ。
上。リサ、どうしたの？具合でも悪いの？リサ、しっかりして！何、人参サンドイッチってそんなやばいの？え、何、どういう状況？なんかまた記憶の回廊みたいなとこに入ってる。この蝶々は何を表しているんだ？なんだこの蝶々は。いや、もうちょっと知りて、もうちょっと見せて何があったのかを。わかんないじゃん、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 わかんないじゃん。蝶々の後を追っていけば、あ、来た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 。でもリサが悪いんだよ。俺が悪いんだよ。忘れてんのかな？ここは？床のこれは、まさか、血？待って、私喋るの。あ、ここでやっとなんだろう。記憶の装置の方が取れたってことかな。え、でもさ、アリスと過ごした思い出は消えてないよね、多分。誰？え、ガチで誰？魚？あ、でも魚も知能を持っている。魚と白い狐の夫婦かな。うわぁ、なんか見るからに悪そうな奴らなんだけど、ダメでは話しかけちゃう。でも話しかけるんだろうね、きっと。じゃあ話しかけよう。久しぶりだな、リサ。これさ、あの時の友達じゃん。これ食べられる寸前じゃね？でもなんて意識あんの？元気？あ、あなたたちは誰？都合がいいな。あ、都合がいいというか、記憶欠損値か。誰って、お前の本当の友達さ。あのウサギは友達のふりをしてるだけ。本当の友達は俺たちだからな。って言って食われてくん？けど残念ながら俺たちはお肉にされちゃったよ。食べられちゃった。で、歩く獣たちに食べられちゃった。奴らの消化器を通ってうんちになって排水管を流れていった。あ、頭は食べないんだ。俺たちの肉体は肥料になって生命の花に巻かれたんだ。うん。俺たちの魂はそうやって生命の花に吸収された。はあ、あ、確かになんかね、吸収されて、そして心臓の湖に流れるとか、そしてここに永遠に閉じ込められている。どうしてそんなこと？復讐だ。復讐してくれ。ってことはさ、リサのために復讐するんじゃなくて、人間の友達のために復讐してたん？復讐？ほら、復讐なんて何も分かってないのに。うん、リサ。動物を皆殺しにしてくれ。ダメ。アリスは私の友達だから。アリスはね、アリスに対しては悪い感情は抱いてないとは思う。このままじゃ俺たちの魂は永遠に苦しむと思う。まさか苦しんでほしいの。アリスを傷つけるなら苦しんだ方がいい。いや、この友情を本当に大事にしたい。大事にしたい。だって記憶ないもんな。あはは、君は純粋だね。お前、あの獣たちが何やったかわかるか？まあ、説明するまでもねえよ。自分の目で確かめてもらうからな。ほら。あ、それが、目を、開けろ。え、何をやったっていうの？背筋がすげえゾクゾクする。血の湖。ち、十字架、ち、なに、あ、そうだ、これが忘れたかった記憶だわ、多分。このショッキングな映像を見たから、もう怯え切って記憶を消さなきゃダメですってなったんだ。ここは、どこ？怖いよ。もう食用にされたんだよね。左じゃなくて右だった。これ右と左の2択、間違えたんか俺。あ、違うな。あ、めっちゃいけるわ、ここ。あ、こっちか。え、なにこれ。渡れるのかなこれ。あ、渡れるわ。でもコンパスもね、こっちを指してるから。あ、え、なんだこの、ここの場所。内臓トンネル、あ、言ってたね、内臓トンネルって。なんか内臓トンネルを通って逃げなさいとか、援軍が来るとか来ないとか。
人間ジュース？これを水路に流すんだ。この液体はどこに流れてくんですか？心臓だ。溶けた人間のタンパク質と魂が花の心臓に栄養を与える。これがなければ我々の世界は維持できなくなる。じゃあ人間を殺し続けないとこの世界はなくなっちゃうんだ。そうですか。人間たちって本当にありがたい生き物なんですね。動物の友達にもなってくれますし、貴重な肥料にもなりますから。で、悪気はないと思うんだよ。そのなんか俺からの視点だとめちゃめちゃもうこいつらなんかすげえ邪悪に見えがちじゃん。でも違くて、人間視点で見た時の動物がこれなんだよ。だからこそ俺は常に人間たちに感謝しながらこの仕事に臨んでいる。え、何これ。頭めっちゃ取った。頭めっちゃ取れたのはいいけど、どこでこの頭を使うというのだろうか。え、ここで人間の頭を。なるほどね。すぐ行かないとダメなんだ。逃げろリサ、逃げるんだリサ。バカ。もう頭少なすぎてさ、ちょっといける気しないんだけど。普通に間違っちゃった。トントントンでポンポンポン行こう。トントントンでポン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 、トントントン、あ、1個ミスで、ワンダメもらって頭を取って、トン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 、あ、何回も投げられるんだ。何回も投げれるわけね。何回も投げれるんだったら何回も投げよう。で、戻して、あー、ちょっとダメでしょ。あ、もうなくなっちゃったわ。あ、無理じゃねこれ。え、ここの面何？難易度バグってるって。首がぴょん。いや、なんだろう。頭の数が足りないんですけど、頭、誰か頭くれませんか？今動画を見ている君、ちょっと頭お願い、ちょっと一つ貸してくれたらめっちゃ嬉しいんだけど、ちょっと無理かな。ほら、一個おか、あ、飛べた。端行けば大丈夫ってこと？あ、待て待て、びっくりした。久しぶりに見たこの装置。どうして？あぶねえ。絶望的な状況でもなんとかなる。同じ面じゃないかこれ。めちゃめちゃ似てるんだけど、内臓トンネルってさ、こんななんか同じ感じなん。リサビビってるめっちゃ。あ、ありがとう。薬液、あー待って、薬液ねえよ。あ、もうどうしようもない。ここら辺の場所はもうね、俺に残されたアイテムないからね。乗せたい。ナイス花か。いやー、薬液作りたいんだけどさ、どこか釜がないですか？釜が。あ、肉の花って飛べんじゃなかったっけ確か。あ、飛べるんだわ。バカだよ。肉の花はね、ちゃんといければ全然飛べるんだよな。あぶねえ。あ、ここに釜があるのね。オッケーオッケー。多分ね、このゲーム意外と優しいからさ、死んでもね、ちゃんと進めるようにはなってるんよ。当たり前だけど。何もないのか、ここ。うわ、やっちゃった。薬液。ああ、ここ潰せないじゃん、薬液入れちゃったら。トラップかよ。お主、トラップか。確かに、あいつを倒そう。倒せるやつを一旦倒して。こいつはダメなんだよな。あ、死にそう。うわ、こういう時に限っていないんだよな。ここ、乗り越えて。オッケーな。あ、潰せんだ。おー、危ない。オッケー、薬液入れたら最後。バカ、あ、やっちゃった、間違った、逆だ、飛ばすのも逆だった。そうなるよな、やっぱな、知能がないとな、やっぱそうなるよな、わかる気持ち。あ、ここ越えられないわけね。俺も知能がなかった。ナイス。
た。え、いるかな、やれる敵。あ、無限に復活するタイプか、こいつ。あ、危ね、危ね。じゃ、ここら辺から、こうで、潰して、で、薬液入れて、ここを薬液で潰していきたいね。じゃあ、で、回収して、あれ、あとどこだ？あ、あと、あの、生命の花の場所に行けば大丈夫な気がする。ここ怖い、ここ怖い、ここ、飛んで、飛んで、イヤビー一発もらった。でも回復してるからノーマンタイ。あー、緑の液体がないからいけないじゃん。です。あ、やべ、もらう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 、待って。薬液使わないでさ、あっちまで持ってかなきゃいけないから、全員避けていこう、全員避けて。ぐるっと回るか。待って待って、わかったわかった、こいつはやろう、こいつは、こいつはやろう。こいつはやって、で、下通って戻ったらさ、まあ、なるべく使わないで行きたい感じはあるんだけど、いいんじゃないか、これで。オーケー。薬液ありがとう。心優しき袋を置いてくれてる人たちよ。袋の妖精さんありがとう。進めない、あ、こっちだ。他の部位はどうしましょう。他の部位は食うんじゃないの。この部位は内臓のようですが、あまり溶けません。それなら全部集めて内ね、トンネルに送ればいいぞ。あの、内臓トンネルって何ですか？それそれそれ、それが俺一番聞きたかったやつ。現場の係員が出勤の際に使う通路のことだ。ああ、さっきのやつね。ああ、警官が出てくるあの通路ですね。まだ出動経験がなく気づきませんでした。これは普通のトンネルではない。常識的に考えてみろ。レバーを引いたら警官がすぐに出てくる。どうしてこんなことが可能なんだ。ふむ、なるほど。え、わかったの、今の説明で。内臓トンネルは人間の筋肉と内臓でできてる。あ、だから内臓トンネル。強力な筋肉と内臓の力で警官を発射するわけだ。あ、そう、わかるような、わからんような。え、あの、ドアと、あ、違うか。ドアはドアでしょ？で、警官が入ってるとこは内臓トンネル。ちょ、どうするのが嫌になりそうです。またビビってる。痛いよ、アリス。ここはすごく寒くて怖いよ。アリス。え、なんか、見るからにヤバいのがある。ロボットかな？あそこちょっと詳しく見たいんだけど、何？久しぶりに矢をゲットした。いや、矢で戦うのはマジで楽しいんだよな。え、何これ。え、一回矢でぶってみる。あ、あー、なるほど、挟まってた。こうって横にしか攻撃しないの知ってるからね。まあ、大体こういうのはね、やり方を分かれば難しいことなんて何もない。なんだこれ。これが内臓トンネル。扉じゃないじゃん。これが内臓トンネルだ。ちょっと待って、これは結構閲覧注意な感じがする。人間の内臓で作られている。大江、先に入るぞ、ついてこい。嘘でしょ、ここ通れってこと？うわ、なんか通れって雰囲気がめっちゃ出てる。もう人間で何でもまかないすぎだろう。じゃあ内臓トンネル入ってみるか。あ、じゃあ扉は全然違うんだね。どうなるんだろう。これで吹っ飛ばされるんでしょ。あー、なるほど、あー、なるほど、なるほど。これが内臓トンネル。しかもこれがさ、もうめちゃめちゃいっぱいあるわけでしょ。気持ち悪いね。ガチでこのゲーム始めて一番気持ち悪いのがなんかこれ、あいつ、あれ苦手だな俺。肉片に隠れる。あ、肉片にも隠れられるわけね。しかもちょっと肉片壊せる気配あったし、なんか口の中みたいな感じがする。グローティックになってきたな。内臓トンネルあるな。うわ、やばい、このゲームマジで。
なにこれ、もう意味わかんない。やばいな。なになにこれ、どういう、あれなの、どういう、なんなのこれは。何かを、これ、作るの失敗した感じ？ちょっとここの話でさ、なんか視聴中断する人いそう。きっと夢だよ。夢じゃないんだよ。3まで数えたら目が覚めるの、3以上は数えられないのかな？ 1、2、やめろ。その先はまずい。その先はまずい。てんてんてん。うわぁ、もうね、なんだろう、もう人間がさ、この国に入ったらさ、もうそりゃ、足の先から指からさ、もう全部、なんていうの？余すことなく使われるだろうさ、そりゃ。だって利用価値があるんだもの。あ、ここは頭か。ちょっともう内臓トンネルがショッキングすぎてやばい。なんか物語がさ、これ、グッドエンド迎える可能性あるかなさそうじゃないか。ちょっとやばい、マジで。これは、このゲームはやばい。このゲームはもう国によっては発売禁止されそうな感じすらある。また見て。